料理である。中国の八大料理の一つである。コナンハムの料理中国での一般的胡椒はコナンナ、または小ナ。四川料理、奇襲料理と同様に唐辛子を多用し、辛い中国料理の代表格とされる。極端なものでは大きな唐辛子を小さな唐辛子とトーチで炒めた料理がある。四川料理と異なるところは四川のマーラーに対して、 サンダーと言われる辛味の他に酸味が効いた味にある。鮮辛の強烈な風味から中国で一番辛い料理と言われることもあるが、もちろんすべての料理が辛いわけではない。湖南省出身の毛沢東がこよなく愛した料理として知られて、毛野菜という言い方もある。強烈な味のためか、湖南省の住人は気象が激しいと言われ、 コナン人と喧嘩をしてはいけないという冗談が存在する。北京、上海などの大都市はもちろん中小都市でもコナン料理専門店が多く存在する。台湾、香港、日本などにも専門店がある。ありがとうございます。